こんにちは、かよです。今日は4月の購入品を紹介したいと思います。今月も新作や話題のアイテムを中心に購入したので、ぜひ参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まずはスキンケアから紹介していきます。最初はこちら、コス RX フルフィットプロポリスシナジーパッドです。こちらは新発売となるので、まだファエのランキングには反映されていませんでした。こちらのシリーズ、トナー、アンプル、クリームと全て使用感が良く、ベストスキンケアでも何度も紹介させていただいた名品となるので、こちらのパッドも使うのが本当に楽しみです。3種類のプロポリスエキス 84% が配合され、ツヤ、潤い感のお肌に整えてくれる、デイリーで使える水光パッドとなります。内蓋とピンセットも個包装で入っていたので、衛生的に使用することができます。テクスチャーはデコボコ面とツルツル面に分かれているタイプです。パッド自体に厚みがあり、エッセンスがしっかりと染み込まれています。ほのかに蜂蜜系の甘めの香りが若干あるかなという感じですが、コス RX のプロポリスシリーズは全て香りが弱めとなっているので、プロポリス系の強めの香りが苦手という方も、このシリーズは負担なくお使いいただけるかなと思います。パッドを取った後もベタつき感やヌルヌル感っていうのも全然なく、かなりツヤっと保湿されている感じがあったので、メイク前のツヤ肌スキンケアとしてすごく良さそうなパッドだと思います。こちらもまたしばらく使ってレポしたいと思います。続いてこちら、 B プレーン緑豆バランシングクリームです。こちらは私が大好きな人生アイテム、 B プレーン緑豆弱酸性クレンジングフォームと同じシリーズのクリームが新発売されました。新発売なのでファエのランキングはまだ反映されていなかったんですけれども、口コミは 4.36 と高評価でした。こちらは緑豆エキス、ヒアルロン酸、ベルガモハエキスなどが配合されていて、水分感あふれるお肌に整えながら、過剰な皮脂分泌を抑えて水分と油分のバランスを整えてくれる効果が期待できます。テクスチャーはかなり緩めで柔らかいクリームタイプです。こちらも緑豆の緑色をしています。香りは若干緑豆の香りがするかなというぐらいで、ほぼ無臭に近いと思います。伸ばすと若干オイル感のような滑り感を感じながら、みずみずしくお肌に馴染みます。馴染んだ後は重たさが全然なく、かなりみずみずしくて、水分ジェルを塗ったような軽やかさでした。こちらは水分クリームよりも保湿感があり、乾燥肌の私は朝用のクリームとしてすごく良さそうだなと思いました。信頼の B プレーン緑豆シリーズなので、これから春夏の季節に大活躍しそうなクリームです。続いてこちら、メディヒール T3 インパクトインバランシングマスクです。こちらもメディヒールから出た新しいシートパックとなります。ファイのランキングはまだ反映されていなかったんですけれども、口コミ評価は 4.39 と高評価でした。こちらは28日間熟成された天然チェジュ産 T3 にメディヒールの特許乳酸菌を加えて、200時間の間抽出してできた T3 カーミングバイオームという成分が含まれるパックとなります。ベタつき感がなく、内側からしっとりと保湿されて、表面はサラッとした仕上がりのパックとなります。テクスチャーは薄付きで密着力がいいです。さっぱりしていてベタつき感がなく、春夏の暑い季節でもストレスなくお肌のクーリング効果が得られそうなパックとなります。こちらメディヒールの国民マスクと呼ばれる T3 ケアソリューションエッセンシャルマスクとの違いとして、こちらのエッセンシャルマスクの主成分は T3 エキス、 T3 葉オイルとなっていて、新発売のバランシングマスクはそれらに加えてメディヒール独占 T3 カーミングバイオームが加われています。使用感の違いとしては、こちらはみずみずしくて保湿感のある仕上がり、こちらはさっぱりとしてベタつきのない仕上がりとなります。またこちらのマスクもしばらく使ってレポしていきたいと思います。続いてこちら、ドクタージャルとシュカペアトナーセラムクリームのセットです。ファイのランキングではクリームが29位、口コミ評価 3.71、 セラムが38位、口コミ評価 4.00、 トナーが圏外、口コミ評価が 3.97 でした。ドクタージャルトは日本でもとても有名で、元祖鎮静系スキンケアシリーズだと思うんですけれども、実はまだ使ったことがなかったので、今回は試しにトライアルキットを購入してみました。ドクタージャルトは他のスキンケアラインに比べて少々お値段が高いので、現品サイズを揃えるのはちょっと負担があったので、お肌に合うかどうか小さいサイズで試してみたいと思っています。こちらはツボクサエキス、マデカソサイド、ジャルトバイオームなどを含み、敏感なお肌のコンディションを整えて、お肌を健康な状態に取り戻す効果が期待できます。テクスチャーはトナーは少しとろみ感が若干あり、シャバシャバしたタイプです。ハーブ系の香りが結構ありますが、爽やかな香りで全然嫌な香りではありません。馴染んだ後はベタつき感なくサラサラなお肌となります。セラムは濃厚でとろみのあるタイプです。若干緑色をしています。こちらも同じハーブの香りがあり、馴染んだ後はお肌がもちもちっと潤います。クリームは結構もったりとした重めのテクスチャーです。トナーやセラムとは少し異なるハーブ系
系の香りが弱めにありました。色は薄い緑色をしています。テクスチャーがもったりしているのに対して重たさやベタつき感などはありませんでした。すごく有名なスキンケアシリーズなので皆様もお使いいただいたことがあるかなと思うんですけれども、実際にしばらくライン使いして他の鎮静スキンケアシリーズと比べてみたいと思います。続いてこちら、アイソイスピーディーモイスチャーリングクリームです。ファイのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 4.05 です。こちらは春夏スキンケアとして水分クリームをいろいろと試してみようと思って今回購入してみました。こちらは乾燥予防の滑り皮油、鎮静効果のあるドクダミやティーツリーなどを含む3種類の自然由来成分が含まれていて、水分を補給しながらお肌を鎮静してくれる効果が期待できます。テクスチャーはプルプルの水分ジェルタイプです。かなり緩めのジェルタイプで重たさが全然ありません。水分で優しくお肌を潤してくれる感じがありました。香りが薬草系ではなく爽やかなお花系の香りとなります。全然嫌な香りではないのですが、少し香りは強めにある方です。これから春夏の季節は保湿力はあるけれどもさっぱりとした水分クリームをいろいろと試したいと思うので、他の水分クリームと比べてまたレポしていきたいと思います。続いてこちら、バイオヒルボービタミントーニングシミセラムです。こちらはまだリニューアルされて間もないからかファエのランキングには反映されていませんでした。こちらパッケージに10日間の約束と書いてあり、10日間の使用でシミやくすみの改善効果が期待できる美容液となっていました。ビタミン B3、ビタミン E、ビタミン C 誘導体、ビフィダ発酵ろ過水などが含まれていて、お肌のトーンを明るく導いてくれる効果が期待できるそうです。テクスチャーはスーッと流れるような美容液タイプとなります。伸ばすとみずみずしくなじみ、もちもちしたお肌になる感じがありました。香りは柑橘系のような若干酸っぱい系の香りとなります。ただオレンジでもレモンでもなく人工的な香りかなという印象でした。お肌の調子がいい時に10日間連続して使ってみて、お肌に変化があるのか検証してみたいなと思います。続いてコスメです。最初はこちら、エスポアウォータースプラッシュトーンアップクッション SPF50+ PA3+ です。こちらは新発売したばかりの私の大好きなエスポアウォータースプラッシュサンクリームのトーンアップクッションとなります。ファイのランキングはまだ反映されていなかったんですけれども、口コミは 4.50 と高評価でした。こちらのクッションは日焼け止め、メイクアップベース、プライマー、トーンアップの効果のあるクッションとなります。またツボクサエキスやミントなども含まれているので鎮静の効果も期待することができます。開けてみるとクッションファンデのようになっていますが、肌色の部分と白い部分と分かれています。肌色の部分はお肌を明るくカバーする効果があり、白い部分はカバー力を維持するパウダーとなります。混ぜて使うとくすみが改善され、自然と明るいお肌にカバーしてくれます。お肌を自然に補正してくれる効果がありますが、カバー力自体は高くないので、これだけでメイクを完成するのは難しそうです。香りはお花の香りが少し強めにあります。こちらをクッションファンデの前にベースや日焼け止めとして一塗りして、その後に普段お使いのクッションファンデを使うとすごく相性が良かったです。エスポアの日焼け止めやベースメイクは私のお肌に合っていてすごく気に入っているので、このクッションもたくさん使っていきたいと思います。続いてこちら、同じくエスポアフルデイセッティングフィクサーです。こちらも出たばかりの新商品となっていて、ファイのランキングにはまだ反映されていませんでした。こちらは1日中ふわっとした綺麗なお肌を保ってくれるフィクサーとなります。ファンデを全部塗った後にこちらのミストを一吹きすると、膜が形成されてメイク崩れやマスクにつくのを防止してくれる効果があります。テクスチャーは霧状のミストタイプとなります。香りがシュトラス、ラベンダーなどが入っていて、爽やかなアロマ系の香りに癒されます。昨年はこちらのフィクサーを使っていたんですけれども、香りが結構強くてその後マスクをするのがちょっと辛いなって思うことがあったんですけれども、エスポアのフィクサーは効果はもちろんなんですけれども、香りがすごくいいので、香りに敏感な私もストレスフリーで使えそうなところが嬉しいです。スキンケアの一番最後の段階でパフにちょっとつけて押さえてあげると、その後のメイクよれの防止になるそうです。これからどんどん暑くなってメイク崩れやマスクよれが気になる季節となるので、こちらは大活躍しそうなフィクサーとなります。最後はこちら、ジャビンデソールボリュームファンデーションパクト 21SPF50+ PA3+ です。こちらは以前ジャビンデソールの黒を買ってお気に入りで紹介させていただいたんですけれども、ツヤ肌仕上がりの白があると教えていただいて早速試してみました。ファイのクッションファンデ部門では現在圏外、口コミ評価は 4.00 です。こちらは潤い感のあるタイプとなり、お肌本来のキメ、ツヤ、明るさを表現してくれるクッションとなります。テクスチャーは潤い感のあるタイプでピタッと密着します。黒のクッションよりも水分感が多く自然なツヤ感となります。すごくツヤツヤという感じでもなく自然な仕上がりなので、春夏の季節でも全然テカリっぽい仕上がりにならないので使いやすいと思います。黒のクッションはマスクにつきづらくセミマット仕上がりだったんですけれども、今日はこちらの白を塗ってみました。すっごいツヤっていう感じも全然なくて、表面は結構サラサラふわふわっとしてるんですけれども、自然な感じで綺麗
麗なツヤにしてくれるので、黒もすごい気に入っているんですけれども、乾燥肌の私は白の方が使いやすいかなと思いました。今日初めて白を塗ってみたんですけれども、すでにすごく気に入っているので、またしばらく使ってみて違いなどレポしていきたいと思います。ではここまで4月の購入品を紹介させていただきました。今回も新作をいろいろと購入してみましたが、気になるアイテムなどありましたでしょうか。他にもこんなアイテム気になる、この新作気になっているというのがあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや観光コスメをアップしておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。